本当に行きますか？もうちょっと休んでるしね。なんかこうこっからこうなんだろう、わーってどうもって行くのもちょっとお休みのところなんかも逆に申し訳ないな。行った方がいい。行きましょう。行く？いいから行きましょう。まあ時間が切羽詰まってるっていうのをすごく感じるよ。本当にね。ここ初めて来たよ。すごいね。あ、こういう感じになってるんですね。こういう感じになっております。せーのでください。あ、ちょうどほら、はい、先輩来たから先輩にラムネの差し入れをしなよ、ラムネの。明らかに、ちょっと待ってください。納涼スペースもう少し考えなさいよ。チムさん、お疲れ様です。お疲れ様です。待ってたんだから、ずっと。ラムネ飲まれますか？あ、うん、大好物のシモルさん一番好きなやつ。じゃあ、開けさせていただきます。うん、怖っ。あ、あ、大丈夫だ。うまい。俺、うまっ。うまい。つまんねえやつだな。ちょっと待って。こんなつもりじゃなかった、本当に。ご時世的に渡せないから。そうです。今、僕が飲みます。自分が飲むだけだな。なんで開けたんだよ、じゃあ。はい、じゃあ、なんで開けたんだよ。すみません、本当に。お酒がないのよ。お酒がないですか。この、これにお酒がないの。まったりしてくれって言われて。いや、でも、うん、来るでしょ、そのうち。ノンアルが。来るよね。少々お待ちください。少々お待ちください。全然思うように言い過ぎだし、あとこの乱雑さたるや。いやいや、もう待ちくたびれちゃったの、うん、お前を。岩田さん疲れてちゃったんじゃないですか。甲子園見てる老人やめてくださいよ。ほら、先輩老人って言うな。すいません。確かに初老だけど。ちょっとバックネット裏、後ろでずっとぼやいてるから、ね、毎日いる人でしょ。そうそう、なぜか毎日ぼやいてるから後ろで。今日ほら休養日だ、休園日だから今日。休養日休園日。今日ほら明日決勝だから。そうか、あ、なるほどね。そう、今知るな。毎日ってのに今知る。ということでございまして、まあせっかくなんでね、皆さんで、ね、まったりしましょうと。はい、ただ何してもいいそうなんですけど。本当ですか？マジで？何します？1時間あります。ほう。てかでもここから初参加でしょ？はい、初参加です。なんかすっきりしてん ね。そうっすか？すっきり。ごめんなさい、急に取り出すのやめて。松川さん、急に取り出すの。ちょっと今俺ツイッターしてるんですよ。いや今まあ確かに何してもいいってことですもんね。はい、うん。じゃあツイッターしても大丈夫ってことなんだ。はい、あれなんかこの。この番組のあれとこで混ぜこぜとかできないのか、そういうのもあるでしょ。番組の混ぜこぜって何ですか？番組のほら公式のツイッターじゃなくて、ああ、なるほど、送られてくるやつ、なんかそういうのとも遊びたい。ハッシュタグでつぶやいていただけたら、ね、声優28時間テレビです。ちょっとよくわかんないんで。え僕気にしちゃダメ、ね、なんかでも一応触ってあげた方がいいんじゃないかな。そうですね、はい、自己紹介っていうか、はい、自己紹介。あ、どうも、野島家では弟役を演じております、野島健です。弟役、開かないし、あれ、あ、上手、あ、上手じゃねえ。これね、ラムネ話しちゃいけないんですよ。そうです、もうまあいいっす。あれ、岩田さん、岩田さん試合始まってるから。お父さん、不審者ですから。それは何見ました？墓地。いや、帰ってきてる。墓地じゃなくて、墓地で、なんで松風さん、松風さん挨拶だけお願いします。松風さん、墓地ね、いや、墓地、聞きましたし、こんなキラキラの笑顔で言うことじゃないっす。すごい、すごい。自己紹介、岩田さん岩田さんです。いや、岩田さんもうしましたよね。あ、そうか、でもしましたよね。ずっと出てますよね。松風さん、一回戻ってきて、はい、せめてカメラに挨拶してから墓地覗いてください。墓地、はい、のツイッターはね、ね、お盆とはやるかなと思ってやめました。ただいま公式、私の公式のツイッターで下野くんのですね、隠し撮りを、真正面の隠し撮りを上げました。松風さんです、よろしくお願いします。お願いします。これすごいよ。生放送中なんですよね、今。びっくりしますね。やばくないですか？革命だよ、革命。こんな隠し撮りありがとうございます。ありがとうございます。アップ後に確認取る人初めて見ました。とりあえず座りましょうかね、はい、野島さんは、うん、夜遊び自体は、夜遊びしたい一回出たような、出てないような。そんな出たことを覚えてください。出てお願いします。出たような、すみません。そんなうっすらとした記憶がある中で28時間に登場してますけど、どうですか？28時間、もうずっと僕28時間待ってましたからね、ここで。そう、なんでそんな簡単に嘘つくんですか？昨日からずっといました。だとしたら何してたんですか？確かにここで、能量だから、なんかゆっくりしててくださいって言われたんです。ゆっくりしすぎですって。このブルーシート、俺が引いた、俺が引いた。自前でした。
花見の関取じゃないんだ。すいません、これ野島さんの。みんな隅っこに野島って書いてあるよ。あ、え、本当ですか。野島家のやつだからいろいろ雑に扱うと思ってた。野島家のブルーシートってどういうことですか。野島家御用達のブルーシート、御用達のブルーシート、ね、これ親父、親父から借りてきた。これはやっぱりだと思った俺だから靴脱ぎますかって言ってたのだから。だから俺はちゃんと俺靴脱いでるから。秋代さんだって知ってたから俺は。大事にしてください、ね、そうなんですね。あ、ちょっとあのごめんなさい、本当そんなの知らずにね、ごめんなさい、靴のままちょっと踏んでしまったこっちは兄のだから大丈夫。あ、そうなんですね。あ、じゃあお兄さんなら大丈夫。大丈夫、大丈夫。え、ここそもそもここの説明はもう視聴者に住んでんの。もう住んでます。あ、住んでんのね。あの、とにかくゆるっと行きたいなっていうことだから、うん、この場所、場所、この場所自体はもう伝わってます。伝わってんのね、はい、これって来たことありましたか。俺はね、金曜日友和さんってやった時に、うん、だから夜だよ、夜真っ暗な時に、うん、なんかの企画でここ来たけど、明るいこの状況は多分見た人みんな初めてじゃないか。てかほぼ屋上ってなんか使ってないっていう話を ね、聞きました。そんな暗闇で2人で何したんですか。なんかね放送なんで、なんかからそんなエロいことしてないっすよ。だって絶対関さんろくなことしないじゃん。全裸とかでしょどうせ。真っ暗全裸じゃないけど、さすがに生放送ですしね。なんかでちゃんとリテラシー。関さんってだってずっと全裸なんでしょ。そんなことないですよ。全裸とか生クリーム塗ってやってる。あのなんか金箔にハマってる時期は一時期ありましたけど。確かにプライベートね。いやでも仕事でですよ、この夜遊びで。仕事で金箔にハマってるってちょっとよく分かんないけどね。本当に今はもうむちゃくちゃなんか健全な放送してますもん、ね、今何にハマってる。ちょっとアップデートした方がいいよ、最近の友和さん違うから。あら本当に、あ、いろんなやっぱりコンプラの高いところ。コンプラにもうコンプラの波に飲まれて生まれ変わったから。だって本来コンプラに対応できないはずですもんね。そうなんですか。本気出したらね、コンプライアンスの対応が関友和でしょ、うん、10年前はな。そうそう、ね、生放送対応できなかったもんね。いやもうね、うん、すごい関さんのネガキャンばっかり出てくるじゃないですか。いやそれネガじゃない、ポジ、ポジ知ってますよね、その頃の。そう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 、一緒にやってたからさ。でも今もうすごい、もう僕は関さんのおんぶりだと思う。今いないのにね、今いないのに。でもほら、残念ながら参加できなかったからね。そうなんですよね。逆にお話ししてあげようよ、友達、ね、見てるかもしれない、もし。悔しがってました、本当に、うんうんね、あ、蝶野さん、あのパンツが見えそうなんで足組まないで。なんでよ、なんでだよ、スカートじゃねえよ。ショートですね、見せてこい。そのカンペなんなんだよ。女子声優の対応です。おかしいでしょ。パンツ見えそうなんで足組まないで。ちょっと、そういうね、もう新しいコンプラ狙ってるんだから。狙ってない関さんの位置狙うんでしょ、ね、え、まさやも出てるよね結構、はい、夜遊びね、ちょいちょい。あ、でもそんなにね、回数で言ったら3回とか。あ、でも結構出てる方だな。あ、そうなんですか、よかった、干されてんだと思ってた。いや別に干されてるってことはないと思うんですけど。干されて3回ってどういうことですか。浪川さんとね、谷山さんの回とかだったから、はいはいはい、仲良し、浪川さん同い年だし、はいはいはい、谷山さんとも仲良しだったからちょっと弾けすぎて、はい、全てを無視してなんか喋ってたらそれ以降呼ばれないから、あ、やっちゃったなって思って。それぐらい許容する番組でしょ、夜遊びは。だからやっぱカロリーがちょっと高いんだよ、まさに一発が。だから多分本当にワンクールに1回ぐらいでいいんじゃない。ちょうどいいかもしれないですね。今日もね、久しぶりに呼ばれたと思ったら、あのずっとツイッターしててもらって構わないんでって言われたから、黙ってろってことなんだな。めちゃくちゃ焦ってるから、林 D。 林 D めちゃめちゃ焦ってる。過去の VU で話した。あ、そう、僕の特集をしてもらって年表があったんですけど、うん、僕なんか生まれてすぐメガレンジャーみたいな感じになっちゃうんですけど、はいはい、その飛んでる、いつも飛ばされる部分を話しますって始めちゃって、はい、書いてあるフリップ全然違うことを、ね、そうかそうか、そうみんなが言う、用意してあったけど、うん、そことは全く関係ない話をずっと、そうそうそう、端折ってる部分だけで面白いからっていうのをやって。テレビの意図と全然違うこと話したんですよ。でも多分ね、端折ってる方が面白いから。絶対そうですね。いや、怪しいのよこの人。あ、俺も付き合いも古いんだけど、はいはい、なんかやっぱなんかね、見せてない部分がいっぱい感じません、ね、あるあるある、ね、秘密の部分いっぱい。ここ大発達つながり、大発達で長いのよここ。そうですよね、ゾナー番長に引き出し明けようですからね。もう一番も顔出ないと思ってむちゃくちゃしてるのがもう。だってあの山寺さんが生放送中にマサイと二人でベロベロになって生放送乱入したことあるからね。へ、ね、あったね、あれ。その話なんか前聞いたことあるんですよ、プライベートで。そう、結構ね、伝説の話でしょ。やばかったよね、あれね。前の日にあの有野さん、はい、よいこんってよいこの二人が出てて、はいはいはい、で そのみんなでわーっと打ち上げで、はい、イベントの後打ち上げ でそのままもう二人でそのまま朝まで。あ、だから余裕ですね、今日もね、28時間。いや、まあそうですよ。あの日も28時間みたいなので。それ、いつの話ですか。なんで公開録画があってね、で東京戻ってきて打ち上げして。それも 2days だから、うん、結構寝てないですよ。一緒だな、うん、2日とも寝てない。年が違うだろうね、年齢が。そうですよ、年齢がね。それで山寺さんがね、明日
あの朝普通に5時に、ね、はい、曲入んなきゃいけないからっつって、はい、で俺はまだ飲んでて、お前らいいなって。山寺さんだけメイン MC だからお天気とかがあるから V で編集するけど、いて、はい、V 振りとお天気はやんなくちゃいけなかった、はい、だからでお前らも来いよっつって、あ、言いながら捨て台詞行って帰ってったの。そうで俺山寺さんが2人で本当に朝で下北かなんかで飲んでてな、気がついたら朝で、あ、5時山ちゃん来いって言ってたなっつってベロベロになって行ったの。そういう時ってあるじゃないですか。なんか別に本当に来てほしかったわけじゃないと思いますよ。俺もそう思ったの。なんかそういう時ってあるじゃないですか。修学すごい冷静にめっちゃ話してるけど、はい、これもう一回教えてもらっていい？え、あれって本当に来てほしくなかった？人間って本音だけ言うことないんで、うん、そうなんですよ。え、じゃあ言ったこと全部本当じゃないの？あの人が言ったことって全部本当じゃないです。あれ喜んでたよね。でも山ちゃん喜んでたよ、喜んでたよ。結果生放送的にはどうだった？行ってフロア D さんとかカメラさんがいる後ろで、お前山ちゃんあーとか言ってベロベロになって、なんか着ぐるみ置いてあるやつとか全部こういう番組じゃないんですよ。山ちゃんも、ま、やりながらえーってなっててで、カメラさんを一生懸命俺たちの方に見切らせようとするわけ。さすがに映っちゃいけないから、あー、なるほどね、キャッキャキャッキャ言いながら危ねーとか言いながらな。で生放送終わったらダースベイダーみたいなプロデューサーがいるんですよ。ダースベイダー、どういうことですか？いや、おっかないプロデューサーがいて、上からカツカツカツと出てきて、足音やばい、何やってんのお前らって言われて、その瞬間酔いがさーっと冷めて、え、ちゃんと怒られてるじゃないですか。怒られた、うん、ね、なんすかこれ、ちゃんと怒られたよ。背筋ピンってなってるじゃないですか。いや、当時のこと思い出して、足音聞こえた今。あの 上からあのね、スタジオのね、上から鉄の階段をさ、サブから降りてきてカツカツ、そら怒られるよ。酔いがさーっ、だって警備さんも顔見知りだったから、うん、通してくれたんだよね。だってゾナーと番長だから、そう、あれ今日出番はそこから良くなかったんですよね。だから警備員さんが本来であれば、ね、あ、こいつらやべえなって判断して止めなきゃいけなかったところを、あれ今日出番でしたかみたいな顔で、おはようございますみたいな、あ、どうもご苦労様ですなんてね、入ってて、いつもありがとうございます。よかった、怒られて。よかったです。めっちゃ帰りシュンとして帰ってね、朝7時ぐらい、コントみたいですね、本当に。食べたね。いや、食べました。 CM 中に、 CM 中にいただきました。いや、里崎さんもありがとうございます。コメントありがとうございます。ありがとうございます、ね、そう、枝豆ね、スタッフさんが持ってきてくださいまして、し皆さん美味しくいただいてますけど、僕はもう全部完食しました。ものすごい早さで、ね、速さで、はい。さあ、あれなんかプロレスラーの人来た。本当だ、プロレスラーの人来た。どうしたの？そういう登場なの？ここ。大変なのよ。できねえ、安本さん。どうした？イベント終わりで。イベントも終わったのもあるし、今私持ってるものありますよね。お手製です。本当にガチで？顔色悪いよ、なんか。イベントで作ってきてくれたんですか？あ、なんかちゃんと。何？食べ物くん、何？